おはようございます。こんにちは。こんばんは。中村翔です。嫁ちゃんです。今回は、プロが気にする4つのポイントということで、よくさ、SNS とかでもいいし、まあ、YouTube でもいいんだけどさ、演奏動画皆さん上げてると思うんですよ。うん、それを見たときに、プロとそういった方たちが、あ、違うよね。っていうポイントが、4つあるわけですよ。まあ、大きく分類して4つあるので、皆さんの演奏をこのプロクオリティに、近づけていくためのこの4つのポイントというのをね、お話してみたいと思います。演奏劇的に変わるのです。ぜひ最後までお付き合いください。ギターレッスン、オンラインサロンやってます。プロクオリティにね、近づけていくための4つのポイントやっていきましょう。先にね、4つ挙げておこうと思います。まず1つ目、チョーキングのピッチ、2つ目はビブラートのニュアンス、3つ目はリズム、4つ目は音の終わり方。この4つについて、ね、お話していきたいと思います。なので逆を言えば、この4つを気をつければ、プロクオリティに近づけていけるわけですよ。いいよね。いいよね。はい、1個ずつやっていきましょう。まず、チョーキングについてお話していきたいと思います。チョーキングって、まあ、1音チョーキングと半音チョーキングだったりとか、名前ついてるじゃん。それ嫁ちゃんも知ってるよね。それチョーキングでどんなテクニックか知ってる？ウィーン。そうそうそうウィーンだよ、そうウィーンだよ、キューンとかクイーンとかウィーンだよね。弦を上げたり下げたりするやつ。伝わりました。まあ下げるのは違うけど、で持ち上げてってあれこっちさ、弦こうやってやったりする。ああ、そういうことね、うん、低い方は引き下げチョーキングするね。そうでしょ、よく知ってんじゃん。そうだね、弦を持ち上げたり引き下げたりとかね、して、うん、まあ、音程を変えるやつですね。一音だったりとか、半音とか、音程を変えていく。まあ、上に、ね、音程は上げるやつですよね。で、この音程がしっかり合ってますかっていうところなんですよ。で、よくあるのだと、ね、皆さん、うまいからさ、かっこいいの弾いてんだよ。うん、ここに弾いて、ギターソロ来たー、クイーンってやったときに、あ、こう、シャープしちゃって、行き過ぎちゃったりとか、届いてなかったりとか、一音チョーキングだったら、ね、ここ一音のピッチにこう届かないとか。いうのが結構ね、多いんですよ。うんうん、で、やっぱプロの演奏って、その音程って絶対ずれちゃダメなので、しっかり一音とか一音、半音ところは半音、まあ一音半だったら一音半、しっかりその指定されたところに上がってるはずなんですね。なんで、この一音だったら一音にちゃんと上がってるか、ピッチが当たってるかどうか、っていうのを一回自分の演奏を確認してもらうといいかなと思います。まあ、とは言っても、うん、初心者の方とか、あと、そうやって動画上げてる方って気づかずにさ、うん、自分で気づいてなくて、できてると思って、ね、こう上げてくれてる方多分いると思うんですよ。うん、で、どうやったら分かるのかっていうのをちょっとお話したいんですけど、例えば、一音チョーキングの場合、ちょっとごめん、僕今日ドロップ C チューニングだからさ、ドロップ C? チューニングがだいぶ下がってるんだけど、例えばね、このドロップ C チューニングで3弦並べていくと、この音なんですよ。一音チョーキングすることは2フレット先の9フレットの音を出すってことですよ。ここの音をチョーキングしてってなってるね。これがずれるとあーってなるよね。なるなる、ね、この音にしなきゃいけないのに高すぎるじゃん。足らないのが分かるね、うん、っていう具合に最初にその目的地の音を聞いておく、うん、フレーズで弾く前にまたその1音先2フレーズ先の音をピッキングして弾いておく、うん、歌い上げていくんだよ、聞いてる、はーって耳に焼き付けておいて、はーって音にしてあげるというのが1つ目で、これよりもうちょっと近いニュアンスに出せるのがスライド、7フレットから1音先までスライド。タラタラ、音程差を聞いておいて、スライドができる方だったらこれが分かりやすいと思う。一緒だ。滑らかにこう繋がっていくから、さっきのプチプチ切るより分かりやすいね、音程が。なので、耳で聞くっていうのと、スライドで繋いで耳で確認するっていうのが一つ目のやり方かな。うん、で、これでもやっぱ分かりづらい方いると思う。うん、慣れてない方とか、音感がまだね、全然っていう方だと。で、そういった場合はどうするかっていうと、
チューナー使いましょう。このヘッドにつけるタイプのね、チューナーでもいいし、フロアタイプのチューナーでも何でもいいんですけど、チューナーって、ね、弦ポーンと弾くと E とか A とかアルファベット出てくると思う、うんうん、それを見て一音先の音を目で確認するんです。ちょっと今チューナーねお見せできないんですけど、例えば今の同じところこれ弾くと、まあ、アルファベット出るから、まあ、どこでもいい、ここでもいいんだけど、自分がチョーキングしたいところをまずポーンと弾く。そうすると例えば A 出たとしましょう、ただ A の次って B の音が来るから B の音になるまで上げてあげる。で、目で確認できるでしょ、うんうんうん、で、ギターという、ね、楽器の構造上、ね、この弦だからさ、うん、抑え方が強くなったりとかさ、うん、それだけで、ね、多少変わっちゃうからメーター見ただけで分かりづらいとか分からない部分もあるんだけど、なんとなくどれくらい上げたらいいかって目安になるはず、うん、全く分からないやるよりはだいぶいいと思うから、まずそれで、あ、これぐらい上げたら、ね、一音上がるんだとか半音上がるんだとか、そういう目安を見つけてから、さっきの一つ目のやり方、うんうん、隣のポジション、隣か、うん、2フレット上だね、のポジション、まあ、半音長期になったら1個の隣、ね、うん、のポジションを耳で聞いてからやるっていうふうにしてあげると、だいぶね音感良くなると思うので試してみてください。なんで違いとしては、まず一つ目は、チョーキングのピッチ、ここね気をつけてもらうとだいぶ変わると思います。では2つ目はビブラートでしたね。ビブラートどんな技でしょうか。ウィン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 間違っちゃうのよねほらほらほらウィン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 これだね、はい、こういうビブラートです。で、これが、何が違ってるかというと、ギクシャクしてる方が多くない、とりあえずかけなきゃと思ってかけてくれるんですけど、例えばこれ気持ちいいですかこれ気持ちいいでしょ、うん、この違いって多分聞いてて分かると思うんだよね。明らかに前者の方がいいと思うんだよ、うん、で前者は一定案、うん、で後者のものっていうのはもうカックンカックンじゃんエンスト前みたいな感じ。そう、エンスト前、ね、エンスト前のね感じですよね。なんで、ビブラートって結局さっきのチョーキングと同じくちょっとで音程を持ち上げるね、弦引っ張って持ち上げて弦音に戻す、で持ち上げて弦音に戻す、この波の繰り返しだね、うん、でこの波が皆さんからこっち側かなこういう波ね、うん、こういう波がこれが例えば大きくなったりちっちゃくなったりとか急にこんな大きくなったりとか、うん、するとギクシャクするわけですよ、うんうん、なんで波をやっぱ一定にしてあげるのが基本的なかけ方です。まあ最後にこうって感情込めてやるとかそういうことはあると思う。まあそれは曲によってとフレーズによってやることあるんですけど、まあ基本的には一定の振れ幅、一定の高さを上げて戻して、でこの波の周期というのかな、速さも一定の速度でやるっていうのは基本的に気持ちくなるやり方なんですよ。そこを気をつけてもらうといいかなと思います。でこれどうしたら練習できるのか、うん、っていうのもねやりたいんですけど、半音チョーキングで練習しましょう。皆さんどこでもいいからどっか押さえてもらって、半音チョーキングなので、半音上、チョーキングして戻す、またチョーキングして戻す、このチョーキングとチョークダウンの繰り返し、8分音符でやってます。3、4、5、これメトロノームでやるといいですね。3、4、5、これってことは、今メトロノーム、なんてないけど、まあ、一定に揺らしてるってことなんですよ。音程は半音ってもう決めてる。うん、で、なおかつ、幅、揺れの周期としては、メトロノームが鳴って8分音符だともう一定だよね、うん。で、これでまずね、均等に、揺らすっていう感覚を覚えてほしいです。で、8分音符ができてきたら16分音符にしてあげる。タッカ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 、これで一定になるよね、うんうん、で、これでまずその振れ幅を合わせてあげて、これができるようになってきたら、あとはもう自分の好きな振れ幅で、うん、まあ、半音まで上げるっていうビブラートあんまりないと思うのでそこを押さえてね、どれぐらい振るのかっていうのをやってもらうといいかなと思うね。こういう練習方法おすすめなんで、ぜひやってみてください。
では3つ目のリズムの方を話していきたいと思います。リズムね、これね一番大事、まあ全部大事なんだけど全部大事なんだけどこれ一番大事だし一番難しいところだと思うんだね。自分がレコーディングしてもやっぱり一番気を使うところってリズムだよね。何回も何回も聞き直してプレイバックして、あ、この1音だけちょっとずれてるとか、ずれてない、普通に聞いたらずれてないんだけど、自分に聞くと、あ、このせいで気持ち悪いからもう一回聞き直しとかやってるもんね。やってるやってるそれぐらいシビアなんですよ。で、あのね、リズムに合わせて皆さん多分弾いてくれてると思うね。メトロノームに合わせて練習したりとか、まあ、CD に合わせたりとか、バッキングトラック流してそこの上で演奏して SNS に出したりとかすること多いと思うんですけど、ね、なんだろうね、一小節単位とか一拍単位では合ってるの。うん、で今このプロとの違いところで言ってるのは、この一拍の内容細けえなって話なんだけど、分かるよね、分かる分かる。一小節っていう単位でバーッていって、最後のちょっとずれて、うん、で次の小節でまたぐとこうやってドンと合わす、うん、でまた一小節の中でちょっとずれていくずれていって、次の小節の頭にボンと合わすとかいう人もいるし、今言った一拍単位、うん、でちゃんとこうメトロノーム合わせてる、チッ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 って合ってるんだけど、でも16音符とか弾いてたらタッカ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 のとこがタッカ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 タこんな極端になったら分かると思うからさ、うんね、こんなずれてる方いないと思うんだけど、4つ弾かなきゃいけないところ、この4つ目がちょっと前に出ちゃうとか、うん、後ろに行っちゃうとか、うんうん、この間がこう開いちゃうとか、うん、こういうところ、うん、むちゃくちゃ細かく折れてるね。そうだねでも、まあ、プロとの違いって話をしてるから、うん、ちょっとそこら辺もねしとこうかと思うんだけど、そういうところでだいぶ変わってきます。でこういうちょっとずれた演奏って聞くとやっぱね、桶から浮いて聞こえない。そうだね、聞こえるよね、うんうん、なんかね違和感感じるでしょ、うん、自分のレコーディングもそう、なんか浮いてんな、オケとハマってないなと思うと、うん、大体どっかずれてる。でそこをきっちり弾き直すと、あ、ハマったハマったってなるんでねうん、うん、でもね、この感覚ってね、僕も全然昔分かんなくて、うん、今でこそ偉そうにこうね、講釈垂れてるけど昔はね、言われる立場だった、うん、レコーディングとかバンドレコーディングとかでね、うん、してて、ここずれてるよって言われて、はいや、合ってますよね、うん、うん、ちゃんとメトロノームに合わせて練習もしてるし、メトロノーム合わせてちゃんと弾けるし、これ合ってるじゃないですか、これだってって言ってて、結構喧嘩してたぐらい合ってるからいいじゃん、いやでも違うとか言われてて全然分からなかったんだけど、多分自分がこう成長してきて耳も良くなったんだろうね、うん、そうするとあ、そういうことだったのかって分かるようになりました気づけないよね、うん、そうなんだね、皆さんのレベルが下とか上とかそういう話をしてるわけじゃなくて、やっぱ自分のレベルが上がらないと気づけない部分って、うん、まあ、ギターに限らず仕事でも何でもあると思うんでね、うん、それと同じで自分のレベルが上がってくると、そのリズムのこの細かさとかなんか違うなーっていう感覚もわかると思う。だから今すぐどう改善したらいいのかっていうのはね、なかなか難しいところなんですけど、ちょっとね、自分の弾いたギター、録音したものとかに意識をちょっと向けてみて、ずれてないかなとか、仲間こんなこと言ってたなってちょっと思い出してもらうだけでもクオリティって変わると思うので、うん、ちょっと意識を変えるだけ、うん、意識を変えるだけでもいいかもしれない、うん、それでだいぶ変わると思います、うん、では最後4つ目、音の終わり方ですね、うん、はい、これもね結構細かいんだけど、演奏してて、うん、もう終わりだ、このフレーズ終わりだと思うと結構みんな気が抜けちゃうんだろうね。あ、うん、弾いてるところはもう結構注意して、何音符で弾くとかどんだけ伸ばすとか気をつけてんだけど、うん、最後終わりになると、うん、まだ伸ばしてほしいのに中途半端なのがプスッと切れたりとか、うん、あと次のフレーズにね行かなきゃいけないから、うん、焦っちゃってプスッと切っちゃう、あ、いうのがよく見受けられるんですね、うんうん、だからね、指定された音符分しっかり伸ばせてるか、うん、っていうのも注意してほしいです。例えば2分音符で伸ばしてくださいっていうフレーズであれば、1、2、1、ここまでしっかり。1、2、2で止まってないかとか。1、2、2、この辺止まってないかとか。ちゃんとそこいっぱいいっぱいまで伸ばす。指定された音符のいっぱいいっぱいまで伸ばす。大事なので、そこもね、音の終わり方に意識を向けてもらうといいと思います。で、今短いほど話したんだけど、はみ出てないかってことも大事だね。そうだね。
三、円、ツー、円。あ、行き過ぎ。なんで、指定されたらプツッとその切るとか。うんうん。まあ、意識してみてください。はい、今回はプロが気にする4つのポイントということで、この4つを気をつけてもらえるとプロクオリティに近づけることができるよってね、ポイントについてお話ししていました。多分ね、どれもね、めちゃくちゃ細かいお話をしたと思うんですよ。そうだね。したんだけど、やっぱね、聞いてて、皆様の演奏を聞いてて、あ、惜しいなって思うのはやっぱそこの4つなんですよ。うん、もちろんできてる方もいるんだよ。いるんだけど、やっぱり、ね、惜しいなと思う方は大体この4つがね、違ったりするので、この4つはちょっと気にしてもらうと、だいぶ変わるんじゃないかと思います。というわけで、終わりにしましょう。ギターレッスンやってます。愛知県三河地区での対面ギターレッスンと、ズームアプリを利用したオンラインのギターレッスンやってます。レッスンに興味を持ってくださる方がいらっしゃれば、下にリンク貼っとくので見てみてください。あと、オンラインサロン力入れてやってます。わかんないことが出てきたら、すぐに、ね、質問できるようなプラットフォームを作っているので、ギター上手くなりたいよとか、仲間と一緒にギター楽しく弾いていきたいよって方がいらっしゃれば、下にリンク貼っとくので、これも見てみてください。終わりにしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。